皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。現代美術アーティストの上地一隆です。今回はですね、前回の続きで僕の人生のお話、大学編をお伝えしていこうと思います。で、前回お話ししていたように、大学は京都教育大学というところに入学します。推薦入試でね、大学に入ったんですよ。で、推薦入試で大学に入るときに、入学のそのてか出願の条件があって、小学校教員を目指すものっていう条件が、推薦入試を受ける学生にはこう課せられていたんですね。僕もすごく入学したかったので、一応その推薦入試っていうのはセンター試験とか、そういう二次試験とか受けずに受かるっていう制度だったんですけど、一応落ちてもいい時用にちゃんと勉強はしていて、ちょっと高校からのね、勉強のお話が結構大変だったんで、それも一本別の動画でね、まとめてお話できたらと思ってます。で、まあ、推薦入試は面接と小論文があったんですね。僕はもう高3の入試が近づいてきた時に、もう僕は小学校の教員になりますっていうマインドセットをして入試に挑むわけなんですよ。で、もちろん入学した後も小学校の免許を取得するのに必要な授業を取っていこうっていうことで取っていったんですね。でも授業のカリキュラムの関係で、小学校教員になるために必要な単位っていうのが1年生の前期では1単位しかなかったんですよ。1つしか授業を受けれなくて、まあとりあえずみんながそれを受けるっていうような状況だったんですけど、まあ僕はまあ当時からその特殊メイクのね、世界に触れてリアルな彫刻を作りたいって志していたりとか、やりたいことが明確にあったんですよ。で、その小学校の一番最初が国語の内容の授業を受けるってことになってたんで、それを受けていると、もうとてつもなく面白くなかったんですよ。もうすごい人生の無駄遣いに感じてしまって、もう最初の多分3回ぐらい授業を受けた段階で放棄したんですね、授業を。でも僕小学校はいらないわと思って、その推薦でね、入学しておきながら即座に諦めるっていうことをした、結構不義理な学生だったんですけど、まあそこからもうなるべく制作に時間を割いて大学生活を送ろうっていうふうに決めたんですよね。で、当時1年生の間は朝から夕方までフルで授業が詰まっていたので、まあもちろん朝一から行かなければいけなかったんですね。で、うちが大阪の堺市なんですけど、そこから京都教育大学まで片道ね、1時間45分ぐらい、まあほぼ2時間ぐらいかかっていたんですよ。それ電車通学していて、で、その1年生、2年生の時はまだ研究室に配属とかされていないので、こうみんなが一つの部屋を使う、そこでなんかちょっとまあ、ご飯食べたりとか、なんか課題をやったりとか、ちょっと休憩したりとか、まあそういう部屋が一つだけ与えられていて、で、その部屋の一部を僕が勝手に占領して、もう1年生の間から制作をいろいろ始めていたんですね。具体的に1年生の時に何をしていたのかっていうのがいまいち記憶に残ってないんですけど、で、夕方で授業が終わって、そこからなんかいろいろと制作をして、で、ほぼ終電で帰ってたんですよね。終電が11時ぐらいだったんですけど、家に帰って晩ご飯食べて、4時間ぐらい寝て、で、すぐに、6時半ぐらいには家を出ないと学校の1限目に間に合わなかったので、6時半ぐらいに家を出るっていう生活をずっと送っていて、で、たまにバイトも挟まったんで、バイトの日は早めに帰ってきて、まあ、その時ね、なぜか僕地元でバイトしてたんですよ。堺で塾の講師やってたんですよね。普通に中学生とかに英語とか国語とかなんかそういうのを教えてました。で、その生活をしていると、どうもね、制作の時間があまりうまく取れないから、ちょっと塾の講師を続けられないなっていうことになって、で、塾の講師は半年ぐらいで辞めちゃうんですけど、で、そこからしばらくね、あんまりバイトしなかったのかな、多分。うん、制作にね、専念しながら、何ヶ月か生活してました。でもその間もずっと4時間ぐらいしか家で寝れなくて、で、行き帰りの電車の中で仮眠を取って、まあ、合計でなんとなくこう睡眠時間を確保するっていうような生活が続いていたんですね。でもやっぱりすごくしんどくなってきたんですよ。で、体力的にもしんどいし、で、制作もやっぱ自分で一人でね、先生もまあ大学の先生はいましたけど、別に僕が学びたいことを教えてくれる先生は特にいなかったので、もう制作も自分でやり、教えてくれる人もいず、設備も本当に何もなかったんで、自分で全部買い揃えるしかなかったんですよ。電動ドライバー、インパクトドライバー1本なくて、本当に全部自分で買わないといけないって状況がすごく大変だったんですよ。
1年生の終わり頃に学校に来ていた、美術のモデルさん、ヌードモデルとか、するモデルさんを学校で呼んでいたので、その方とちょっとお話しする機会があった時に、モデルの仕事に興味が出てきて、でそこから僕は美術モデルの仕事をするようになったんですね。まあ、今でもたまにこう、まあ、一部の、ね、知り合いのこう方にこうモデル頼まれてやることはあるんですけど、まあ、今ほとんどしてないんですけど、まあ、別に言われればいつでもモデルできるんですけど、まあ、そういうのやっていて、いろんなところにね、いろんな学校とかカルチャーセンター、趣味で絵を描いてる教室とか、なんかそういういろんなところに仕事で行かしてもらうようになったんですよね。でちょうどそういうふうに、まあ、モデルの仕事をしながら、でも日々の制作は結構大変 でお金もないし、教えてくれる人もいないし、仲間もいないし、本当に辛いなっていうのが1年生の終わり頃にあったんですよ。2年生のゴールデンウィークに京都造形芸術大学っていうところにモデルとして派遣されたんですよ。それがね、確か4日か5日間ぐらい、丸1日だから6時間ぐらいモデルをしなければいけないのが 4,5 日続くっていう、ものすごいハードな仕事があったんですよ。ね、その時のポーズがね、確か今でも覚えてるんですけど、映ってるかな、どんなだったかな、なんか こんな感じのポーズを 4,5 時間続けるみたいなことをしていて、もうすっごいしんどかったんですよね。確かなんか腰が痛かったのを覚えてます。でそこでしている時にこうある張り紙がしてあったんですよ。ウルトラプロジェクト参加学生募集っていう書いてある張り紙がしてあったんですよ。でそこの京都造形芸術大学にはウルトラファクトリーっていう学内工房があって、そこで矢野部健二さんっていう結構有名なアーティストがいるんですけど、その方を筆頭に縄晃平さんとか柳美和さんとか椿のぼるさんとか、いろんな方の作品をその学内で作っているんですね。でそれを学生が手伝って、プロの現場のそういう雰囲気をもう学校にいながら学べるっていう素晴らしいプロジェクトがあったんですよ。でそれの参加学生を募集していたんですね。でその時にこうビビッときて、これだと思って、その時に僕がモデルをしていたクラスを担当していた先生に相談して、あれに参加したいんだけども誰に言えばいいかって聞いたら、その時の学科長だった椿昇さんっていう方に言えばなんとかなるんじゃないかって言われて、椿さんはいつどこにいるんだって話を聞いて、そしたらその日もたまたま来ていたっていうことで、その先生付き添いで僕その椿さんのところにお邪魔して、京都教育大学の学外の学生なんだけども、プロジェクトに参加できないかと、日々もう独学でやってるけどもう拉致が開かなくて本当に困ってるんだっていうことを心からの言葉をね相談させてもらって、そしたら、あ、ええんちゃうってすごいね軽く、あ、行ってみたらっていう風に言われて、でそこで矢野部健二さんのプロジェクトに参加したいってことで、それを矢野部さんにお伝えしに行くんですよ。そしたら、ええんちゃうってまたすんごい軽い感じで言われて、そこから面接を受けてプロジェクトに参加してもらうっていうことになったんですよ。まあでもあくまで言うて学外の学生で、学費も払っていないわけで、すごい大変だったんですよね。月1ぐらいで何が起こっても全部自己責任でやりますっていう念書を書かされて、事故した時とかに保険に入っていないとやっぱり危ないというか、保証がないので、学生になる時に生協でなんか保険みたいなの入るんですよ。怪我した時のやつとか、誰かを怪我させた時の保険みたいなのがあったんですけど、それの契約書の控えみたいなやつを持ってって、僕は保険に入ってます。何があっても自己責任でしますから、参加を継続させてくださいみたいな念書をね、結構定期的に書いてて、反抗して大変だったんですけど、まあ、そこで参加させていただいて、矢野さんの作品をね、手伝うことになったんですよ。それが2012年の時で、その時にアルムさんが作っていたのが、なんかこう3メートルぐらいのこうトゲの生えたミラーボールの上にドラゴンが乗っかってるっていう、ちょっとこの辺に写真また出しますけど、で、スターアンガーっていう作品を作っていて、それを大阪の北加賀屋っていうところにある、造船所跡を使ったイベントスペースみたいなところがあったんですけど、そこにクレーンで吊るし上げるっていう、法的にはアウトらしいんですけど、私有地だからいいだろうっていうことで、丸2日ぐらいこうそのミラーボールを吊り下げて、この舞台用の照明で照らして本当にミラーボールになっているってすごいかっこいい作品を作っていたの
お手伝いさせていただいたんですね。で、後にそれが小豆島の瀬戸内国際芸術祭っていうところの展示の一部として小豆島に行って、坂手港っていうところにそれが今設置されていて、今どうなってるのかちょっと分かんないんですけど、まだあるはずです。で、回ってると思うんですよね、壊れてなければ。まあメンテナンスもたまに行ってるとは思うんですけど、それの初期メンバーとしてそこの設置までお手伝いさせていただいたんですよ。で、そこで大きな造形物の作り方とか、FRP、FRP はどんなものなのかっていうのは僕の動画を見てください。で、FRP の正しい使い方とかをそこできっちりと教えてもらって、で、あるいはそのアーティストっていうのがこういう風に作品を作っているんだっていうアーティストの大先輩の背中を見て、いろんなものを学ばせていただいて、で、あれがなければ今僕ここにいないって言えるぐらい本当に貴重な、多分半年間ぐらいだったんですけど、そういう期間を経験させてもらいました。その技法的なこととか、いろんなつながりとか、作家としての振る舞いとか考え方とかっていうのはそこで学びながら、で、僕が大学で作ろうとしていたリアルな彫刻なんですけど、材料がね結構特殊なものが多いんですよ。で、すごく難しい扱いのものも多くて、で、材料の勉強もしないといけないんだけども、先生が教えてくれるわけでもないし、自分で学ばないといけなかったんですね。で、その時に、僕高校の時に高校の先生が、僕らが作る作品の材料を代理で仕入れてくれて、バラ売りしてくれてたんですね。で、その時にどこから買ってるのかっていうのをまたその時高校の先生に電話して確認して教えてもらって、で、それ で調べてみると、大学からチャリで30分ぐらいだったところにそこの会社があったんですよ、たまたま。そしたらもうそこに聞けば材料のことは分かると思って、僕顔を覚えてもらって、もう本当にいろいろ教えてもらおうと思って、毎回チャリで30分かけて、どんな重たいものでも、僕当時運転免許も持ってなかったから、全部チャリで、石膏1俵が25キロとかあるんですけど、それを全部チャリで買いに行ってたんですね。でも名前と顔を覚えてもらうまで通い続けようと思って、で、そこの会社は今でもお世話になっている、今だと最近流行りのジスモナイトっていうのを扱っている会社になるんですけど、そこからそこの社員の方から材料のことはものすごく丁寧に教えてもらって、シリコンとか型取りのこととか石膏のこととか、いろいろとこう使えるようになっていったのと、材料もそこから購入させていただくことができたんですよね。だから技法的なことは京都造形技術大学とか、あともう一つあれだ、大阪芸術大学っていうところにスクリーミングマットジョージっていう、一世代前なんですけど、特殊メイクで結構著名な方が教鞭を取っているっていうのを僕の友達から聞いて、僕そこにも潜り込みに行ったんですよ。で、そこのジョージさんのクラスに潜り込ませてもらって、有名人のマスクを作ったんですよ、シリコンで。そこで特殊メイク的な本当に細かい彫刻のこのテクスチャーとか色の塗り方とか、本当にそういうベーシックなところをそこで教えてもらったんですね。で、いろんな資料をこう見せてもらったりとか教えてもらって、かなりいろんな勉強ができたんですけど、なのでその技法的なところは京都造形芸術大学とか大阪芸大とか、そういうところにこう潜り込んで学んだり、あるいは材料屋さんにこう通って使い方とか技術を教えてもらいながら、そういろんな自分の勉強を積み重ねていったんですね。いろんなところに潜り込んでいったのが2年生の時だったんですよ。で、3年生の時に僕自分の自画像を作ったんですね。彫刻だと自刻像って言うんですけど、自分の彫刻をポートレートを作ったんですよ。うちの大学の制度で E プロジェクトっていう、学生が企画を立てて採択されると年間で15万円の予算がついて学生の研究活動を支援しますっていうプロジェクトがあったんですね。で、それに僕1年生から申し込んでいて、技学面っていう、技学、今の雅楽とか舞楽とかの前身にあたる奈良時代とか平安時代とかにあった舞があるんですけど、それのお面を作るっていうので、こう木材買ったりとか、のみを買ったりとか、こう彫る道具をね買ったりとか、漆を買ったりとか、いろんなものを買うっていうのを E プロジェクトってやりながら、3年生の時にまた僕別で E プロジェクトを立ち上げて、自分の彫刻を作るっていう特殊メイクの勉強をしますっていうプロジェクトを立ち上げたんですよ。プロジェクトといってもね、なんかそんなにカチッとしたものではないんですけど、それで3年生の時に一つ自分の顔を作り上げて、そこでとりあえず一通りの工程、だから粘土で造原型を作って、
それを型を取ってシリコンに置き換えて色を塗って植毛するって一連の流れはそこで出来上がったんですよ。である程度のところまで義眼もそこで習得しました。義眼の作り方も。で、義眼の作り方も結構大変で、旋盤っていう結構専門的な工具を使わないといけなかったんですね。で、その旋盤を使わないと、ちょっとやっぱり義眼は作れないんですよ。で、その旋盤を教えてもらうために、うちの大学に情報技術科だったかな。技術、いわゆるその学校の技術の先生を、養成するための学科があった。そこに技術指導員として来ていた元旋盤工の職人のおっちゃんが僕が2年生の時に入ってきたんですよ。で、それを紹介してもらって、それを当時のね、木工専門の先生がまた別にいらして、その方がさっき言った技学面のプロジェクトを僕たちにこう持ってきてくれた方なんですけど、その先生に新しい人が来たよってことで紹介してもらって、そこで僕旋盤とかボール盤とかフライス盤とか、そういう町工場の職人さんとかがね扱うような工具とか技法とかをそこで教えてもらいました。皆さん穴開けるドリルってやるじゃないですか。あれって鉛筆みたいに自分で研いで使っていくのって知ってますか？あれ自分でなんかこういう風にしてグラインダーっていうので研いでいくんですけど、それの研ぎ方って結構難しくって、でも僕一応研げるんですよ。そんなに精度は出てないんですけど、そういうのができないと旋盤もやっぱり使うのが難しくって、でそういう本当に美術とはちょっと違う分野の専門的な技術も学内で、実はそれはね学内で教われたんですよね。他の学校に行きながらもそういうところで技術を習得しながら3年生の時に1個目のやつを作るんですけど、それはね最終的にちょっと失敗で終わるんですよ。なんか目のポジションがうまく作れなくって、ポップアイの魚みたいな目がちょっと飛び出たような感じに仕上がっちゃって失敗しちゃったんですよね。そこから試行錯誤を重ねていって、4年生の時に初めて1個目の作品、ジュリアノ・デ・メディチの首が完成するんですよ。で、その後に2個3個作って、それとまた別に絵画作品を作って、4年生の卒業制作がある時期だから、卒業制作展がある時期、僕はちょっと卒業制作展には参加せずに自分で個展しますっていうことにして参加は辞退して、参加が辞退できる学校だったんですけど、それはちょっと美大とはまた状況が違うんですけど、そこで個展を開くっていうことをして大学生活が終わったんですよね。で、最初にも言った通りに僕は家がちょっと大学からね遠かったんですよ。片道2時間ぐらいかかっちゃうようなところに住んでいたので、だから1年生の時は4時間ぐらいしか寝れなかったし、でその2年生の時にウルトラプロジェクトに参加している時は、大学に来て放課後はウルトラプロジェクトに参加して、で今もうね時効だから、ここからの話はちょっとねダメな話が出てくるんですけど、その京都造形大、今でいう京都芸大に、泊まり込み、徹夜でね作業をして